旅客鉄道、東海交通事業株式会社東海交通事業は、愛知県で第二種鉄道事業者として、城北線の旅客運送を行っているほか、東海旅客鉄道からの受託業務などを行っている、同社の完全子会社である。現用車両、編集、キハ 11K300 番台キハ 11KJR、東海から購入したキハ 11K300 番台。 2015年9月8日、東海交通事業が2両を購入し、同月24日に1両目を営業運転に投入。翌年3月頃を目途に残る1両を投入して、既存のキハ11系200番台2両を置き換えると発表した。投入にあたって、液晶画面で自液や運賃を案内する機能を装備することが発表されている。2015年9月24日より、 201に変わって301が営業運転を開始した。2016年3月22日には202に変わって302が営業運転を開始した。2016年6月15日より302が側面の図色を変更して運用を開始した。2017年1月30日午後より杉鉄の杉浦鉄郎作曲による 車内チャイムが使用開始される。美和島駅及び勝川駅発車直後に流れる。日常点検は勝川駅に隣接する仮設の検査場で行われ、大規模な検査、修理。JR 東海では2010年度から新しい自動列車停止装置として ATSPT が導入されているが、2両とも ATSPT への対応工事は完了しているため、 JR 東海区間での走行は従来通り可能である。トイレが設置されているが、後日のキハ40型と同様に城北線内ではトイレは使用できない。過去の車両、編集、キハ40系1991年の城北線部分開業時に、親会社である JR 東海からキハ40系2両を借り入れた。投入に際してワンマム運転対応設備の設置。 客用扉ステップの埋め込み、外反図色の変更が実施された。自社キハ11系導入に伴い、1993年3月10日、限りで運行を終了し変換されたが、その後も検査等による車両不足時には、上北線を走行することがあり、ごく稀ではあるがキハ11から203の代わりに、ミノ・太田車両区所属のキハ40系。 ワンマン運転対応者が上北線を走行することがあった。トイレが設置されているが、上北線での運用時は使用できない。キハ1 1系キハ1 1系2 0 0番台1993年の上北線美和島延伸時に申請された全長18メートル級の警戒機動車。JR 東海のキハ11型と同型で4両が製造された。 ただし上北線で常用されていたのは201と202の2両のみで、客用扉のステップ廃止、外販塗色の変更等、上北線用に仕様が変更されている。203と204については、試運転時は201.202と同仕様だったが、直ちに JR 東海車と完全に同仕様に改造され、新生時から上北線の線路仕様料総のために、 同社の美濃を大田車両区に貸し出され100番台車と高山本線、大田線で共通運用されていたが201.202の両社の検査等による車両不足時には203が上北線のダイソーを務めた。204に至っては最後まで上北線を走行したことがなかった。この2両は2015年に入って JR 東海車の123と共に 日立中海浜鉄道へと譲渡されている。キハ11系200番台の4両とも ATS、PTA の対応工事は完了しているため、JR 東海区間での走行は従来、通り可能であった。2015年に、JR 東海から前日のキハ11系300番台2両を購入して201.20 20にともに、翌年3月頃までに置き換えられることが決定。 運用終了後は、順次、日立中海浜鉄道に、部品供給用として譲渡された。大人普通旅客運賃、2019年10月1日改定。とか、マナコなどの IC カードは一切利用できない。JR 東海の東海道本線、中央本線、タ田線、高山本線、関西本線、飯田線などで、 約百三十三ある友人駅のうち、二千二十一年二月現在、六十七箇所五十六の駅で、駅業務を受託している。かつては、駅業務受託のほか、簡易委託を地方自治体からの再委託の形で、受託している駅もあったが、二千十一年十月一日の、一新電駅及び紅茶屋駅無人会構、同社で簡易委託業務を行っている駅はない。また、 駅構内における飲み物の自動販売機の設置、管理も行う。JR 東海の場合、多くの簡易宅駅にマルスタンマズを設置しており、JR 全線切符売り場の表示はされていないが、乗車券類の購入ができる。ただし、払い戻し業務は行っていない。同社が駅業務を受託している駅を管理する JR 東海の直営駅は、 管理駅と呼ばれ JR 東海の駅長が受託駅を監督している。制服、制帽も JR 東海の駅係員と同様だが、胸部の名札が白地に黒文字であることや、肩にあるワッペンがないことなどの相違点がある。ありがとうございます。